金正日の公式肖像が朝鮮民主主義、人民共和国の首都平壌の人民大学修道に掲げられた金日成と金正日の肖像が日本の朝鮮学校の教室内に掲げられる金日成と金正日の肖像。金正日は北朝鮮の政治家、軍人。同国、第二大最高指導者。 称号は朝鮮民主主義人民共和国元帥、朝鮮民主主義人民共和国英雄。死後、朝鮮民主主義人民共和国大元帥の称号を、追贈された。北朝鮮を建国した、近日政の長男であり父の死後、同国の事実上の最高指導者となる。以後、死去するまで、朝鮮労働党中央委員会総書記、朝鮮民主主義人民。 共和国国防委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官、朝鮮労働党中央軍事委員会委員長、朝鮮労働党中央委員会、政治局常務委員を務めた。金正日は1941年2月16日に父親の金日成が逃亡先として滞在していたソビエト連邦の極東地方に生まれたとされる。正確な出生地については、 ハバルフスク近郊のブヤツコエにある北野へ、ウラジオストク近郊のオケアンスカヤにある南野へ、ウラジオストク市内の病院といった諸説がある。出生名はユーリー・イルセノビチキム。朝鮮式の要名はユーラ。ユーラは、ロシア人名、ユーリーに由来しており、ソビエト連邦出生説の根拠の一つともなっている。ただし、北朝鮮側の発表では、近日生、 金正日を深刻化する意図から、金正日の生まれ年を、金日成の生まれ年である1912年と30年周期で、合わせるために1942年2月16日誕生と、し、生誕地も白桃山としている。1982年2月15日、中央人民委員会より、白桃山密英にて、誕生という公式発表が行われ、白桃山密英は、 革命の聖地とされた。1987年2月には密営の建物が建設された。また、長、ユーラからジョン・イルに変わったのは、朝鮮半島の解放後のソビエト連邦軍世紀とする説、1960年夏頃とする説がある。1980年の第6回党大会にて、金正日という表記が確認された。 キム・ジョン・イルの名が公式文書に登場した当初、日本では、金正一の字が当てられていた。1945年11月25日、父、金日成の側近の一人である、朝民六の護衛により、母、金正マサトシ、弟、シュラと共に、ソ連からカイロで、朝鮮に帰国。有機港に上陸後、気をを経由して、平壌に移動し、先に帰国していた父のもとに落ち着いた。 1946年に妹、金啓器が生まれたが、1947年に弟を事故で、1949年には母を全地対番でそれぞれ亡くしている。幼年期は内向的な性格だった。朝鮮戦争開始後の1950年9月中旬、北朝鮮軍の形勢が不利になると、祖父母や妹と共に、平壌から、 平安北道長江軍に疎開するが、国連軍が北上し、中朝国境付近に迫ると、1950年11月2日に、中華人民共和国に脱出し、近日生の家族などと共に、吉林市で生活を送った。吉林市の記録では1952年に、疎開先の中国吉林市内の吉林市長鮮族小学に入学し、中国少年先方隊に入隊して、 模範学生に選ばれ、翌1953年2月には、吉林市に移転した万元大革命学院に入学するも、同年7月に北朝鮮に帰国したとある。しかし、1952年11月には、父の指示で帰国していたと申される。平壌第一初級中学校、南山高級中学校を卒業後、1960年9月1日に、近日生。 総合大学経済学部政治経済学科に入学。在学中の1961年7月22日、朝鮮労働党に入党。1964年3月30日に大学を卒業した金正日は、党中央委員会に勤務し、同年6月には、党組織指導部の指導員となる。その後、党中央委員会の指導員、課長、副部長、 部長を歴任し、1969年9月に、党組織指導部部長に就任。また、党宣伝戦道部副部長や文化芸術部部長を、兼任した。この間、北朝鮮独自の立場とされている、ュチェ思想の思想整備を担当した、高朝陽に指示していたこともある。1972年10月、党第五期中央委員会第五回総会で、中央委員に選出され、 1973年9月の党第五期中央委員会第七回総会で党中央委員会初期に選出された。さらに、1974年2月13日の朝鮮労働党第五期中央委員会第八回総会において政治委員会委員に選出され、翌2月14日には近日政の後継者として衰退された。同時期、 北朝鮮版文化大革命とも呼ばれる三大革命赤旗獲得運動を提唱して権力の確立をしていった。ただし対外的には発表されず、金正日は党中央としてのみ言及された。1980年には党中央の明かりという歌曲が作られ、金正日崇拝への道ならしが行われた。同年十月十日の第六回党大会及び党第六期。 中央委員会第一回総会で、党中央委員会政治局常務委員、中央委員会初期、中央軍事委員会委員に就任し、後継者としての地位を確固なものとした。この時、金正日は初めて公式に国民の前へ姿を表した。1982年2月に、最高人民会議大議員に選出される。 後継者内定後初の外遊だった1983年6月の法中から帰国した際に中華人民共和国の改革開放を社会主義や共産主義を捨てた修正主義と批判した金正日に対して中国の鄧昌平はなんて馬鹿な奴だ世間知らずの小アッパと抱きしたことに焦った父金日成は謝罪を約束してそれを拒む金正日と口論になった 後継者としての地位を確立する過程では、腹違いの弟金ピラ一を杉母金正愛との間に激しい権力闘争があったと言われている。同じ時期に金日聖を称えるプロパガンダが高まっていったことから、父、金日聖のカリスマ化と中世合戦を仕掛けることが権力闘争を勝ち抜く彼の方策だったと推測されている。金日聖派の独裁化に貢献したと思われることも、 含め、党内闘争に熟達し、情報統制に長けていると推測されている。これは、彼が若い頃に映画局に勤め、父、金日成をカリスマ化するプロパガンダに関係した経験が生かされたとみられることが多い。自らの肉声をほとんど流さないことでも有名で、南北首脳会談以前の肉声は1992年4月25日に、 行われた朝鮮人民軍総研60周年の軍事パレードで発した英雄的朝鮮人民軍将兵諸君に栄光あれ、というわずか5秒間の音声が唯一であった。権力の世襲に対する批判に対しては、金正日は、金日成の息子だから後継者となったのではなく、最も優れた後継者がたまたま、金日成の息子だった、というのが公式の回答である。金日成以来、 国内の権力闘争により北朝鮮の政権中枢の役割を占めた満州派が朝鮮人民軍を権力基盤としてきた一方で、金正日は党官僚の代表や行政官僚の利益代弁者として振る舞ったと思われる時期があった。そのため、金日成志望の少し前から朝鮮人民軍を掌握しようと不信していたことが公式プロパガンダ及び人事配置から伺える。 一方で外交関係権者を比較的徴用し始めていることも人事配置から伺える。朝鮮労働党大会は1980年の第6回大会以降、金正日の死後の2016年まで実施されなかった。金正日は1990年5月24日、第9期最高人民会議第1回会議において国防委員会第一副委員長に選出され、 軍事を掌握し始めた。さらに、翌1991年12月24日の第6期党中央委員会第19回総会において、朝鮮人民軍最高司令官に衰退され、1992年4月20日には、朝鮮民主主義人民共和国原帥の称号を授与された。1972年に制定された朝鮮民主主義、 人民共和国社会主義憲法では、軍の統帥権は国家主席にあり、朝鮮人民軍最高司令官と国防委員長は国家主席が兼務することが定められており、金正日の最高司令官就任は超憲法的な措置であった。しかし1992年4月9日に同憲法が改正されると、最高司令官の規定は削除されるとともに、 軍の統帥権は国家主席から国防委員長に移譲された。そして1993年4月9日の第9期最高人民会議第5回会議において国防委員会委員長に衰退され、これにより金正日は軍の統帥権を掌握した。同時期ソビエト連邦の崩壊により北朝鮮クーデター陰謀事件を知った金正日は 多くのソ連留学経験者を QKGB のスパイとして粛清した。1994年7月8日、金日清主席が死去。金正日は国家元首の地位を正式に継承はしなかったものの、この日より事実上の最高指導者として統治を開始した。1997年10月8日、金日清の死によって空席となっていた朝鮮労働党中央。 委員会総書記に衰退され、1998年9月の最高人民会議第10期第1回会議において、改めて国防委員会委員長に選出された。同会議において、国防委員長は国家の最高職責とされた。経済政策の失敗で苦難の抗軍が起きたため、1997年から2000年にかけて、 金正日は最高指導者の地位をより確立させるべく、かつて三大革命赤旗獲得運動を共に、進めた義理の弟の長政卓を使って、古参幹部とその側近と彼らの親族の大規模な粛清を行った。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談する金正日2000年5月に就任後の初外遊で、中国を17年ぶりに訪れて、初めて国際社会に姿を現し、 中国共産党総書記の江沢民との会談で南北首脳会談に向けた事前協議を行ったとされる。2000年6月には対応政策を取る韓国の近代中大統領を平壌に迎えて南北首脳会談を行い、会談の結果、南北共同宣言が発表6.15南北共同宣言が採択された。その直前に 近代中大統領は現代グループが北朝鮮へ、2000年に南北首脳会談を行ってから2001年にかけ、イタリア、イギリス、カナダ等西側諸国との国交を樹立し、徐々に開放政策へと舵を切り始めた。翌2001年1月15日から中国を非公式、訪問し、当時後継者候補と目された長男で改革派の金。 マサオコンピュータ委員会委員長を同行させて、江沢民の本拠地である上海も視察し、摩天皇が並び立つ上海の経済発展を、上海は、天地開闢した。改革開放が、中国の経済発展に、重要な役割をしたことが十分に証明されたと、絶賛して、改革開放に意欲を見せた。しかし、これは中国から援助を引き出すためのポーズとする見方も、されている。 同年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を境に2002年にはアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領が北朝鮮、イラン、イラクの3カ国をテロ支援国家であるとし悪の数軸と呼んで批判するなどの北朝鮮的政策が国際的緊張を生んだアメリカとの緊張関係は和らぐことなく先軍政治を掲げ 要求が受け入れられないと交渉決裂や武力衝突を辞さない態度をちらつかせるいわゆる瀬戸際外交を展開している。2002年9月17日、小泉純一郎首相との日朝首脳会談の席で、金正日は日本人13人を拉致したことを認め、口頭で謝罪した。犯人については、特殊機関の一部の盲導主義者らが、また、二国間の懸案の解決し、 国交正常化へ努力することを記した日朝平壌宣言を発表した。2003年、イラク戦争の最中には密かに中国の北京を訪問していたという。イラク戦争の開戦による衝撃から中国は仲介に乗り出し、当初北朝鮮は対話を拒否するも中国が3日間原油供給を停止したことで態度を翻したともされる。同年3月から、 米中朝三者協議、さらに同年8月からは北京で六社会合が開催され北朝鮮も参加する。2006年7月16日には北朝鮮のミサイル発射をきっかけに国連安保理の全会一致で避難決議がなされた。同年アメリカのタイム市に2006年の主要人物26人の一人に選ばれ金総書記は7月4日にミサイルを連射。 米ホワイトハウスで開かれたブッシュ大統領の独立記念日パーティーをめちゃくちゃにし、10月には世界で最も排他的かつ危険な各クラブの主張になったと紹介された。2008年10月11日に2007年2月13日の6社会合での合意文書に基づき、アメリカ合衆国のクリストファー・ヒル国務次官らによって、朝鮮民主主義人民共和国の テロ支援国家指定は解除された。2009年4月9日に開かれた最高人民会議で国防委員長に再任され、政権は3期目に突入した。なお、同月の憲法改正により国防委員長は北朝鮮の最高指導者として位置づけられた。ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領と会談する、金正日2010年2月1日、金正日の 私は人民が未だトウモロコシの飯を食べていることに最も胸が痛む。今私が行うべきことは、この世で一番立派な我が人民に白米を食べさせ、パンや麺類を十分に食べさせることという談話が労働新聞に掲載された。2009年末に行われたデノミが失敗し、その結果としての菓子や治安部隊との小競り合いが頻繁に発生しているという情報が日韓にも伝えられた。 金正日自身の健康問題も絡み、北朝鮮はいわば崖っぷちの状態であると分析するメディアもあった。2010年5月中国を訪問し、金正日は6社会合の再開に前向きな姿勢を示した。これに対し中国側は中朝の友情を時代と共に前進、発展させるという発言をした。これは中国共産党内では関係見直しを意味する。 決まり文句であり、度重なる北朝鮮の独断での強行行為に、中国側は不信感を募らせていると見られ、距離を置かれる形となった。また、金正日が要望した大規模な経済新、同年8月、再び訪中し、吉林省などを訪問した。2010年9月28日に開催された、党代表社会において、党総書記として、改めて衰退される。 同日、党代表社会の開催を受けて招集された党、中央委員会総会で、政治局常務委員、中央軍事委員会委員長に再選された。また、同年10月9日には、来賓の州栄光中国共産党、中央政治局常務委員と共に、後継者に指名した金正恩と親子で並んで、朝鮮堂々党、創建65周年記念行事の軍事パレードなどに、出席した。 2011年に入ると、金正日は、友好国との外交に力を入れた。同年5月に、中国を再度訪問して、胡錦涛国家主席らと会談。同年8月にはロシアを訪問して、ドミトリー・メドベージェフ大統領と会見した。同年10月に、中国の利活強国務院副総理が包丁した際に、金正恩を同席させた上で、自ら応対して、 経済技術協力協定を結ぶなど、友好国との関係維持と援助を求めた。金正日の死も参照健康状態を害していた、最晩年に撮影された写真2008年8月に脳卒中で倒れたとされている。その後も数度にわたって中国やロシアを訪れるなど、外交活動に臨み、国内では現地指導を重ねていた。 しかし2011年12月17日8時30分、心筋梗塞のために死亡したとされる。去年70、2日後の12月19日正午、朝鮮中央テレビが特別放送を行い、死亡が発表された。朝鮮中央通信は、金正日が地方視察及び指導に向かう列車の中で12月17日午前8時半、過労により息を引き取ったと伝えた。 朝鮮中央通信や労働新聞などが伝えた、ふっつげによれば、金正日は、心臓や脳血管の病気で長期にわたり治療しており、積もりに積もった精神的、肉体的過労により心筋梗塞が起き、心臓性ショックを併発したと伝えた。2012年12月25日の朝鮮日報は、北朝鮮消息筋の情報として、金正日の休止は、 北朝鮮北部に建設中の広島は水力、発電所ダムで漏水事故が起きていることを聞き、現場へ向かう途中だったと伝えた。また、これ以前より工場国家建設のための中枢として、注力していた石炭を使った新技術による繊維製造業及び製鉄が実際は、業績が上がっていないにもかかわらず順調との虚偽報告を受けていたことを知り、 強度のスストレスを受けていいたらしい一方、龍谷大学教授理想哲が、韓国に脱北した複数の元交換の証言や、金層初期の死亡に触れた中間の政府文書をもとに、行った検証によると、実際は前日である12月16日の午後8時頃訪れていた次女の近接商宅の寝室で倒れ、搬送先の32号招待所内の医療施設で午後11時に、 死亡が確認されたという。死後、後継者となった三男の金正恩軍によって、金正日の偶像化が進められた。金正日の生誕70周年の誕生日直前である2012年2月14日には、朝鮮民主主義人民共和国大元帥の称号を追贈され、同年4月11日に開催された第4回党代表社会において永遠の総書記と位置づけられた。 さらに4月13日に開催された第12期最高人民会議第5回会議において永遠の国防委員長とされた北朝鮮においては近日生とともに深刻化されてきた国営の朝鮮中央放送で使われる金正日の呼び名は100以上あると言われ北朝鮮国内のメディアでは100千100章の鋼鉄の霊章などと賛美されるが実際には 実戦で指揮を取った経験はない。この称号は、金日清を賛美する、決まり文句が儀礼化したまま流用されたものと言われている。国民からは、将軍様と呼ばれ、国内のあらゆるところにその肖像画が掛けられている。代表的な呼び名として、親愛なる指導者、金正日同士があるが、二言目からは、金正日同士、金正日総書記と略される。また、 朝鮮人民軍内部では最高司令官同士とも呼ばれる。その他、かつて使用されたものに党中央がある。党中央の語は一般的に党中央委員会のことと解釈される語であったため、党中央の語が金正日個人を指すと判明するまでに長い時間がかかった。また、北朝鮮の公式文献においても、党中央の語が機関を指す語から次第に個人を指す。 ことしての様相を見せるまで長い時間がかかっている。北朝鮮では、学生用、人民用教材において、近日世の高日パルチザン時代の活動について、縮み地方を使ったとする記述が行われ、近小日も将軍様は、縮み地方を使われるという宣伝海洋などによって、神秘主義的な偶像化が行われた。しかし、2019年頃から変化が指摘されており、 労働新聞の2019年3月の記事は、孫の金正恩が書簡で、もし偉大さを強調するなどと言って、資料の革命活動や風貌を深刻化すれば、真実を隠すことにつながるとの考えを表したことを伝えた。2020年5月20日付の労働新聞も、千住地方の秘訣と題した記事で、千住地方について、霊的な技術を言ったものではないとし、近日生。 金正日時代の解釈とは異なる見解を伝えた。北朝鮮のメディアが最高指導者に独断で言及することは考えられないことから、金正恩の意向が反映されていると見られている。万寿大創作者が制作した金日成と金正日の立像万寿大創作者が制作した金日成と金正日の乗馬像二千十一年八月十四日、ロシアにて金日星。 金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。